ゲットイン完了、スタートを切りました。外枠コースタート、クランモンタナ、マイネグレビルです。さあ注目の先行争いですが、やはりマイネルハニーが行くんでしょうか。内からはマルタ・ザポジー、さあどっちが行くんでしょうか。マルタ・ザポジーかマイネルハニーか、外からはマイネグレビル、この3頭が行きましたが、わずかに先頭3番のマルタ・ザポジーが先手を取りまして、2番手にマイネルハニー控えました。15番のマイネグレビルが3番手、その後ろは5番のマイネル・ラクリマ、トップハンデ 57.5 キロです。インコースからはウィン・インスパイアといったところでありますが、第1コーナーのカーブに向かいます。さあ人気のゼービンとはちょうど中段につけています。第1コーナーカーブです。まず先手を取りましたのはマルターズアポジーでした。1馬身から2馬身、3馬身のリードを取りまして、マイネルハニーが2番手の位置、第2コーナーにかかります。それから15番のマイネグレビルが3番手、それから5番のマイネル・ラクリマ 57.5 キロです。インコースからは2番のダイワ・ドレッサーが行っています。さあウィン・インスパイア、その外を通りまして16番のクラン・モンタナです。さらには7番の、これがケイティ・プライドであります。その後ろに1番のダイワ・ドレッサーです。外を通りまして人気13番のゼイビントが行っています。固まっていますマーティン・ボロ、内を通りまして14番のアドマイア・フライト、さらには6枠のダイワ・リベラルがつけています。そして4番のダービー・フィズ、後方は9番のファントム・ライトです。さらに11番のプロフェットといったところ、その後方ちょっと遅れています8番のシャイニー・プリンス。早くも第3コーナーのカーブを迎えています。さあ先手を取りましたのはマルターズアポジー、体半分差、さあ手が動いて10番のマイネルハニーが2番手、先頭に迫ってきました。あとは15番マイネグレビル、後方からムチを入れて13番人気のゼイビンと、現在4番手外を回った。そしてインコース2番のウィン・インスパイア、直線コースに入っています。先頭は3番のマルターズアポジーだ、マルターズアポジーが先頭だ、マイネルハニーが2番手の位置、外からはマイネグレビル、マイネグレビル、そして人気のゼイビンとは現在3番手から2番手、そして先頭を追ってくるが、しかして3番のマルターズアポジーが先頭だ、2番手13番のゼイビント、マルターズアポジー、ゼイビント2番手で上がった、マルターズアポジー逃げ切ってオールイン、逃げ切りましたマルターズアポジー、無事さあともはる。